皆さんこんにちは。もうすぐ冬アニメ2024が始まりますね。ということで今回は冬アニメで放送される作品を読みますよ。タイトルはこちら、悪役令嬢レベル99、私は裏ボスですが魔王ではありません、です。作者は七夕さとり様です。以前広告で見たことがあって、いつか読もうかなぁなんて思っていました。アニメ化するんですね。コミックはまだ3巻までしか出ていませんけれど、どんなお話なのか早速見ていきましょう。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、アクーラのあらすじはこちらです。ユミエラ・ドルクネス5歳は突然 JD であった前世の記憶を思い出した。そしてユミエラは気づく。ここは、光の魔法と勇者様、というクソダサタイトルの乙女ゲーム世界なのだと。しかもこれは RPG 系の乙女ゲームであり、自分は悪役令嬢でありながら裏ボスだったのだ。なぜ裏ボスをしているかって？開発者が、攻略対象たちと仲良くしているヒロインへの憎悪のあまり闇魔法に目覚めたから、なのである。よし、裏ボスとして討伐されないために計画を立てよう。ヒロインをいじめない。これで大丈夫だ。学園に行っても関わらなければ済むし。じゃああとは何かあった時のためにレベルを上げておこうか。そしてユミエラ15歳。新入生のレベル測定を行うと。ユミエラ、99。ああ、さらば平穏な生活。という感じです。うん、面白いね。さすが広告が流れていたくらいです。力が強いから私つえええはするけど、それでワーカー生やし立てられるわけではなく、もともとこの国では、昔討伐された魔王と同じ黒髪であるというだけで忌避の対象にされています。そしてさらに闇魔法も使うということで畏怖されてしまいます。ちゃんとふさわしい対応をしているのは良いことです。もちろんレベル99を疑って突っかかるテンプレイベントもありますよ。剣術では相手を爆散させないために極限まで手を抜いて相手をずっこけさせたり、片腕で倒れた相手を持ち上げてみせたり、宮廷魔導士ですら壊すのが大変な鎧を魔法一発で破壊してしまったり、レベル99は嘘だとしても実力は確かなユミエラを気に入らないってだけで退学にしようとした王子のために、上空にブラックホールを発生させて分からせてあげたり、この一連のお披露目会の何がいいって無自覚系じゃないところですね。あれれ、おかしいな。なんでこれくらいでみんな驚くんだろう？みたいな無自覚頭悪悪ムーブをせずに、自分の実力を認識した上でできる限り手加減をしています。転生してきて平穏を願う社会人ですらそんな頭の悪い無自覚をしちゃうのに対し、子供ながら自制心を持っていて素晴らしいです。あ、でも無自覚ムーブは一つしていましたね。最強効率レベリングの説明をして、兵士たちが恐れおののく姿を見て、なんで驚いてるんだろうって言ってました。なんだろうな、サイコパスなんだろうな、ユミエラって。これって画面越しのゲームじゃなくってリアルな現実世界なのよ。本来だったら魔物やダンジョンに恐怖を示すのに、ユミエラは全く感じないから命を捨てるような高効率レベリングができるのでしょう。まあユミエラに対しては人間味は感じないですよね。ずっと周りからなぜか怖がられて人間関係をうまく構築できなかったからそうなっちゃったのかな。しかし全員が全員ユミエラを忌避していて不遇な扱いを受けているってわけではないです。味方をしてくれるのがこの国の国王と王妃です。まあ魔王が2年後に復活するって分かっているから、なんとしてもこの国に残ってもらい、魔王討伐チームに加わってほしいという打算的な思惑はあるのでしょうが。黒髪で闇魔法を使うから強くてもダメ、追放。みたいなバカなことはしません。最初実力を見せてもらおうとか言って何にも説明なく騎士団長に不意打ちを仕掛けさせて真偽を確かめるくらいには頭がいいです。レベル99が嘘だったらその場で殺せるし、本物だったら、やっぱり99なだけはあるな、さすがだ、って褒められるし。さらに、闇属性の危険性をわざわざ魔導士長に尋ねて、属性は属性に過ぎず使い手次第だと言わせ。人は気性でよくわからないものを恐れるものだな、黒髪のように。とさらっとユミエラのフォローを入れたりもします。
まあ高位の魔物が闇魔法を使うのは単純に闇魔法が強いから高い地位についているだけなんじゃないっていう考えに至らないのがなんかちょっと頭が回ってないというか、生還した爆撃機の被弾箇所を見て被弾した部分の装甲を強化しようみたいな選択的バイアスの罠にかかっている感じがします。この場合は被弾していない箇所を強化するのが正解なんですよ。そこに被弾したから撃墜されているわけですから。この世界だと魔法を使う魔物全員が闇魔法を使っているのなら闇魔法は魔物が使う属性という考えもわかるんですけどね。しかし基本的にこの物語にバカはいないです。攻略対象者以外はレベル99なのは嘘だ、細工をしたんだと最初に突っかかってきたり、ゲーム主人公の言うことを全面的に信頼し、ユミエラが魔王だと言えばそれも信じちゃいます。ゲーム主人公の人心掌握術が高すぎる。あ、しかも王子は一部の人間しか知らされていない。2年後に魔王が復活するという重要機密事項を普通にバラします。なぜこんなにバカが集まっているのかは謎ですね。これがゲームの攻略キャラっていうのが信じられない。ついでに言えば、攻略キャラが3人とか少なくない？バタ推しも同じだけど、たった3人ではボリュームが少ないと思わないのかな？RPG 要素が主で恋愛要素はおまけみたいなものなの？ RPG 要素に力を入れすぎちゃったのかしら。ユミエラはこのゲームの RPG 部分が気に入っているようなので、他の普通の RPG とは根本的にシステムが違う画期的な RPG だったんでしょうね。なんで乙女ゲーでそんなのしてるんだろう。そしてそれは乙女ゲーをするような層にとっては嬉しいことなのかしら？メリットになるの？あと細かいことで気になることといえば、導入部分かな。5歳児がいきなり知らない記憶が入ってきたことで、すぐにこれは前世の記憶だってなるものでしょうか。5歳児にしては超速理解だなーっていうのと、これ記憶を思い出しただけだよね、なんか人格まで乗っ取られてない？前世の人格と元々の人格がごちゃ混ぜに書かれているように感じました。元々の人格のままだったらこのくらい感じの性格っていうのはわかるのよ。両親からも使用人からも愛情を受けてこなかったらこういう性格になるだろうなって。でも JD の人格だったらなんでそんなにやる気のないような性格なの？向こうでの家族や友人について何も思わないの？とか感じるわけですよ。それにこの国は金髪やら銀髪やらのカラフルな髪色な人ばかりなんでしょ？そこに黒髪なんて生まれたら怖すぎるよね。純日本人の両親からいきなり真っピンクな髪色の赤ん坊が生まれたら怖いとまではいかなくてもかなり動揺はするでしょ。なんでいきなり全く遺伝子的に違う黒髪なんて生まれるんでしょうね。さらに言えば、このゲームにわざわざ黒髪忌避っていう設定必要ある？ただちょっかいをかけてくる悪役令嬢だけで十分なわけじゃん。なんかゲーム用ではなく本作用に作られた設定って感じがします。これがもしゲーム主人公が同じ黒髪で忌避の対象だけど、その差別を乗り越えて攻略対象者と結ばれるっていうのなら感動的ですけれど、そうすればなんであの子は幸せになって私は差別され続けるの？となり、裏ボスとしての理由がわかりやすいじゃないですか。そしてなんで5歳児からユミエラは闇魔法を使えるんでしょうね。憎悪のあまり闇魔法に目覚めたって神様が言ってるんだったらその通りになるはずじゃん。あとレベルという概念があるのにどうして外見で判断するの？他のステータスを扱っている作品全般に言えることなんだけど、力と身体的特徴は乖離している世界においてなんで見た目で判断しちゃうわけ？そういうところは世界観をちゃんと考えていない悪い部分よね。最後に作画ですが、結構いいですね。読みやすいしキャラの表情も豊かだし、デフォルメートの緩急もいいですね。ただアクション系はちょっと苦手なのかな、と思いました。無双系だからそこまで体をダイナミックに動かすようなことはないと思うので、そこまで気になるような部分ではないかな。作品とは合っているかなと思いました。多少ガバは多いですけれど、これはアニメ楽しみですね。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。
メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。